日程第6、議案第64号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。秘書。はい、秘書。議案第64号、工事請負契約の締結について提案理由を申し上げます。この契約は、仮称、道の駅地域振興施設の建物を建築いたします、建築工事請負契約でございます。本年7月18日に県付き一般競争入札を行い、7月23日、チューズ青木特定建設工事共同企業体と消費税を含め、5億220万円で仮契約を締結いたしました。契約の締結については、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。工事の内容について、建設部長に説明をさせますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありますので、これを許します。建設部長。それでは私から議案第64号の工事請負契約の締結について補足説明をさせていただきます。25ページをお願いします。工事場所は伊豆市の月ヶ瀬市内、仮称天城ヶ島インターチェンジ付近となります。設計額が税抜きで4億7478万7千円、落札額が税抜きで4億6500万円、落札者は、先ほど申しましたように、チューズ青木特定建設工事共同企業体でございます。請負比率は 97.938% でございます。入札参加業者は7社になります。工事の内容としましては、地域振興施設の1棟の新築となります。建築面積が659平方メートル、地上2階建てでございます。構造は1階が鉄筋コンクリート造り、2階が鉄骨造りになります。1階部分の主なものとしまして、レストラン、多目的スペースとなり、約523平方メートル。2階部分は物販スペース、カフェカウンター、情報、サイクルステーションとなります、なり、約466平米で、延べ床面積の合計は990平方メートルになります。付随としまして、電気設備、照明等になります。機械設備、給排水、空調、浄化槽等になります。外構工事としましては、舗装等を行います。工期は平成31年6月28日を最終の工期として契約しております。以上で補足説明を終わります。よろしくお願いします。以上で補足説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか？質疑がありますので、これより暫時休憩いたします。この休憩中に質疑のある議員は通告書を議長に速やかに提出願います。休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまから議案第64号について質疑を行います。15番、森喜夫議員。15番、森喜夫です。議案第64号工事請負契約の締結について質問させていただきます。質問いろいろ用意してきたんだけど、議案第64号参考資料が出ておりますので、
質問の大半はこれで、分かるというのでちょっと少しですけど質問させていただきます。まず一つ、設計価格はいくらだったと聞いても教えてくれないでしょうから、設計価格イコール予定価格というふうに考えていいかどうか伺いたい。それから、もう一つは、税込み、税抜き、参考資料の上の方は税抜きだ、税込みだって書いてあるんだけど、業者一覧の方ですね、こちらは全部税抜きというふうに考えていいのかどうなのか、それとあと2つ、チューズ青木が JV を組んでるわけですけども、どうも伊豆県やなんかは単独で応札しているようなので、特に伊豆市のいわゆる大手はこの程度の金額だったら入札に参加できるのかどうなのかということ、これ一つ、それからこの工事請負契約だからこれも質問していいのかなと思うんだけど、この施設のトイレの数はいくつあるのかどうなのかね。最近いろいろ勉強する範囲では、男子と女子のトイレの数の比率はね、男子1に対して女子は3だというような情報をよく聞きます。伊豆市の場合、この新しい施設はね、トイレの数どういうふうに設定してあるかどうなのか、まあ、1対3って言いますけどね、私は個人的にバス旅行なんかに参加するとこれ1対5ぐらいの数が必要なんじゃないかと思うんですけど、一応その辺、お伺いしたいと思います。トイレの数に分からなかったら後でも結構ですから教えてください。以上です。それでは答弁願います。建設部長。はい、議長。最初のですね、設計額イコール予定額かということですけど、ここの参考資料の予定価格4,7478,700円は、設計額でございます。で、ここの業者一覧の1から7番まである入札書は、税込みか税抜きかということですけど、税抜きでございます。で、中津青木の JV で、単独はということで、伊豆市のですね、入札の広告を打ってありますけど、格付けが A 等級であるということで、伊豆市のできる業者については、A 等級は、ここでいう中津青木伊豆県が A になりますので、全員入札参加しております。で、トイレの数はですね、まず1階になりますけど、1階は男子が小が1、大が1、で女子は2つになります。で、もうあとは多目的トイレが1つと、授乳室が1つ。で、2階には多目的トイレが1つということになります。これとは他にですね、国で整備します中にトイレを設置しますので、そちらにもトイレができるということで、そちらの方はですね、一応数は聞いてます。男子が小が7の大が4、女子が10で、キッズトイレが1、多目トイレが1というように伺っております。以上です。女子10になります、の方が国人というふうに伺っております。はい、再質問ありますか。ありません。はい、それでは次に13番西間信也議員。
13番、西島信也です。ですね、私は議案第64号の道の駅ですね、この建築工事について、契約についてお伺いいたします。まず最初にね、お伺いしたいのは、これは7間商工費でやってるわけですね。それで今建設部長さんが説明等したわけですけど、どういうわけで建設部がやることになったのか、まず1点お伺いします。次、2点目、ですね、この道の駅の整備事業、当初予算ですね、2億5272万円予算載ってるわけですけれども、ここで5億いくらですね、5億220万円。これはどういうわけでこういう金額が載ってるんでしょうか。31年度を含めてということなのか、どうなのか、お伺いします。要するに、30年度と31年度の、31年度分の、31年度にやる分も契約してるのかどうなのか、お伺いをいたします。それからですね、今年の2月22日に全協で、資料をもらったわけですけれども、その時に建築工事がですね、施設整備に5億7000万円ということで、そういう資料をもらったんですけれども、そのうち建築工事が3億6500万円、建築設備が1億1700万円、広場水際公園が8700万円と載っているわけですけれども、この5億220万円とはこれ どれを言っているわけですか。先ほど市長の、提案理由の説明では、建築工事と言ったんですけれども、建築工事が3億6500万円だったのが、5億220万円に値上がりしたのかどうなのか、お伺いします。そういうことで、ご答弁をお願いします。以上です。答弁願います。建設部長。はい、はい、議長。はい、まず最初のですね、予算は7巻、観光商工費にあって、なぜ建設部がやるかということですけど、この4月からですね、工事に予算については原価で予算を取って計画を立てますけど、工事の発注、設計から発注につきましては、建設部 の建設課の方で一括にやるということで、今までは各課にこういろいろまたがってやってるんですけど、やっぱこう専門的なところとはですね、ところがやっぱりどうしてもこう欠けてる部分がありますので、そこを一つにまとめて建設課の方で一括にして、そこのところはしっかりみんなで内容を確認しながら工事をスムーズに進めましょうということで、建設課の方で、他の課の仕事に対しても、手続き上はいろいろありますけど、事業で行うということで、この工事も建設課の方で発注から完成までは、行うということになりました。で、この契約が2億、5億超えてますけど、これは継続費、30、31の継続費ということで、行っておりまして、今年度の予算は2億5262万円で、31年度に残り分をということで、支払いを考えております。で、あと全体のところですけど、ここの、道の駅のこの地域振興施設のところに関しましては、まず道の駅のこの地域振興施設を作るところの造成工事というものをまず1件発注を
来ております。そして、もう一件はですね、道の駅 の、 あの来訪者と、従業員の駐車場という部分を一件発注し、そして今回がこの5億を超えているものが、この建築費の工事になります。で残りにつきましては、あと広場と公園、川側の方の公園の発注を、今現在進めているところでございます。で金額的には、ちょっと総額はちょっと総額いくらというのはちょっと自分今持ってないんですけど、そういう4本立てでここの工事を発注して完成を進めていくところでございます。以上です。はい、総合政策部長。ただいま西島議員のご質問ですが、2月の全協の際にですね、当局の方から、施設整備に関しましては、12月議会の時に、まあ、先ほど申し上げましたのその5億7千万円、約5億7千万円ということで、建築工事、それから、広場、水際公園等、これらを整備するということを言っておったんですが、2月の時にですね、修正をさせていただいておりまして、施設整備につきましては約6億1000万円で、建築工事につきましては約3億7700万円、それから設備工事に1億3000万円、その他、広場公園等に1億300万円ほどということで、変更の内容についてお示ししているところでございます。はい、再質問ありますか。15番、はい、13番、西島新人。はい、じゃあ再質問させていただきます。まずね、こんなね、5億もの、ね、予算をですね、の契約ということですからね、その内容についてね、どこの部分をね、いくらとかね、そういうことはね、あらかじめね、議員に知らせるべきだと、配布するべき文書に書いてね、知らせてもらわなきゃ困ると思うんですけどね。それは配布していただけますか、どうですか、それが1点。それからですね、そうすると、この5億220万円っていうのはね、これは30年度と31年度にやるということですか。そうしたらね、これの、この契約の目的って書いてありますけれども、要するに工事名ですね、これ平成30年度ってこう書いてありますけれども、これはおかしいんじゃないですか。ここは30年度31年度って書くときじゃないですか、というのが一つ。それからね、私よく分かんないんだけれども、要するに30年度の予算はあるわけですけど、2億いくら5272万円あるわけですけど、31年度の予算はまだないわけですよね。まだ31年になってないからね。それは確かに、あれはですよ、継続費ということでね、議決はしてあるわけですけれども、お伺いしたいのは、こういう、ちゃんとしたっていうかね、契約にないのにね、予算にないのに契約をしていいのかどうなのか、これを一つお伺いします。それでですね、最初に戻りますけれども、建設部がね、要するに建設関係一手に引き受けてやるっていうのはね、これは どっかそういうふうに紙に書いて決まったんですか、条例とかなんかで、あるいは事務文書でそういうふうにするとか書いてあるんですか、そういうふうにしたのかどうなのか。ね。だって、議会だって委員会条例ってあるわけだからね、委員会条例だってどこの委員会何やるとかね、あるわけですよね。それで例えば教育施設の契約の、例えば教育施設の契約のね、審査、委員会審査はじゃあ第二委員会でできないと、そういうことになるわけですよね。それはどういうことになってるんですかね。それよくわからない。それをどうなのかお伺いします。はい。答弁願います。も
はい、建設部長。はい、以上。まず工事面についてですけれども、まあ、議員の言ってることも分かるんですけど、あくまでも、30年度に発注して、30年度工事という考え方で、まあ、お金的には継続を2カ年ということでお願いしているところでございますので、今から30、31というのを、もう30年度に発注したいという解釈で工事面を決めたということで、うちのは、この30年度ということで使っています。というのと、あと、まあ、これは、あ、そう、いいです、そういうことになります。あと、詳しい資料等を配布できるのかという。内容的にはですかね、その、今言われた4本立てで発注するところの、発注した契約と相手方とか、そういう、なくて。あ、この5億220万がってことですか。内訳は、出せます。出せるというか、例えば建築本体とか、先に言いましたあの設備とか、そういう電気とか機械とか、そういう格子分けはでは出せますけど、そう、よろしいですか。それは出せます。はい、残りは総務長。はい。はい、それではあの継続費で、30年度予算のみで契約できるかということでございますが、議員おっしゃる通り原則単年度予算で単年度の執行なんですが、その例外として、債務負担行為や継続費の、まあ、年度をまたいた契約というのが許されております。伊豆市でも何件か継続費で2カ年にわたる契約をすでに何件かやっております。で、今回特に全体の継続費の設定を認めいただき、なおかつ30年度、31年度のそれぞれの年割額も、認めていただいておりますので、契約としては問題ございません。ただ31年度分につきましては、新たに31年度予算で計上する必要が出てきます。また事務文書につきましては、建設部長申したとおり、やはり、いろいろ観光施設や教育施設、いろんな部署に工事関係が今各国から発生しております。なかなか全て工事に精通している職員を配置するというのは難しいということで、この4月から、まあ、建物に限らず工事につきましては、担当原価がなかなかできない場合は建設課の方に依頼をして、発注から現場監督までやるようにしております。これにつきましては伊豆市の事務文書規則の方を見直して、この4月からそういうことで施行しております。以上です。はい、再質問ありますか。13番、はい、西間信也議員。今も総務長お話ありましたがね、じゃあその事務文書規則をね、また後から後でくださいまし。それでね、要するに債務負担とか、あるいは継続費でね、があるから、次年度の、契約もできるんだというだったら、まあ、それはそういうお話だったら分かるけどね、そうしたらね、それだったら、なんでこれ30年度なんですか、要するに契約の目的が、工事名が、30年度、31年度じゃないの、そこはおかしいと思うよ、それどうですか。はい、答弁願います。契約担当部でちゃんと話して、それが。はい、総務長。はい、議長。はい、先ほど建設部長申しました通り、予算的には30、31年度の継続費ということで、あるんですが、まあ、工事名につきましては、30年度発注のこの道の駅の工事ということで、工事名は、30年度ということで、しております。以上です。はい、これで、西間信也議員の質疑を終わります。以上で質疑を終結いたします。お分かりいたします。法案につきましては、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会付託を省略いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認め、討論を終結いたします。これより採決を行います。
議案第64号について原案の通り決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者多数よって議案第64号は原案の通り可決されました。